めちゃめちゃよ。どうやったらこんなまずい料理を作れるんだろう。ちょっと覗いてみる、キッチン。キッチンか。キッチン。それはまこちゃんが言ってたっけ？キッチンにちょっと面白いものがあるって。キッチンに？ほうほう。それは耳寄りな情報だね。あれ、一緒いなかったかい？怖えなぁ、怖えなぁ。あ、ちょっとこら、まゆちゃん。何？私、忙しいんだから。いや、僕も連れてってくれよ。チェ、面白いものを見つけて見せびらかそうと思ったのに。キッチン、怖えなぁ。怖えなぁ。怖えなぁ。怖いなぁ。もう、いや。あ、綺麗ですね。すごい綺麗なキッチンじゃないですか。はい、ここがトレビアンのキッチンです。私も初めて入るんだけど、結構、やっぱり妙な雰囲気だな。ここでもこずキッチンはできないっすね。店長さんすぐ帰ってくるからパパッと調べちゃおうよ。はーい、じゃあ調べましょうか。まずここっすね。へー、ちゃんと本格的だね。聞いたことない調味料ばかり。オイスターソースとか、ナルオト君知ってる？うん、結構、メジャーだと思うけどな。あ、これ、テーブルの上に。何？なんでよ！どういうことだ？なんで？返してもらわんと。これとか、怖いなぁ。お鍋でグツグツ言ってるのは？オマールエビとアワビのフリカッセ、もうこれ地獄やぞ、これ。さっきのランチじゃないか。それしか知らないんだもん、フランス料理の名前。地獄やぞ、これ。何入っとんねん。あとは？このレースのカーテンは何なんだろう。でもなんかこう、いい無駄だね。こんなところにぶら下がれるんなら、私ラベになってもいいかも。難しいね。まよいちゃんたまにこういう変化球入れてくるんで。おっ、きな、あ、おっきな、ね、おっきな鏡があるよ。店長さん、これおめかしするんだね。してそう。机の上に手作りの本があるな。クラリス・ボンドーボーの寝室。いかがわしいタイトルだね。これはホンドボーさんの詩集か。ろくなこと書いてねえだろうな。じゃあこれタイトルはプランタン。映画のような二人は、今まで気がつかなかったコーヒー。早すぎるささやきは、悲しみの日曜日。意味のない朝は、心地よいカクテル。あなたが紅茶を飲み干すのなら、私、嘘をついちゃう、きっと。リアクションに困るね。え、何？終わり？まあまあ、こんなもんだよ、詩は。まあね。詩集って結構いいって言いますよね。これは？この宝の箱みたいのは何だろう。あ、すごい。小さな瓶がぎっしり。アロマテラピーのオイルか。床の上まで溢れてるぞ。100本あるよ、同じ小瓶が。あれ？どうしたの？この瓶だけ、なんか違うよ。そうだね、ラベルもないし。それ、匂いもしないよ。中に液体が入ってる。何だろう。ねえねえ、借りておこうか。これだけ瓶があったらいいでしょ、1本ぐらい。いいの？一個だけあったらそれこそバレそうだけどな。まあ、こんなとこでしょうね。面白いものが見られるっていうのがあったんですけど、面白いものが何かっていうのは、結局発見はできなかったっすね。こんなとこでしょう。多分帰ってきてる。あれ？ああ、ダメっすね。じゃあ、まだなんかあるのかな。多分もうないと思うんすけどね。全部調べたと思うんで。まあまあまあ。じゃあ、おっちゃんとこ行こうか。あ、バイク。バイクは来てる。めっちゃ曲がってるし。で、鳩が隅っこに追いやられて砂場にまで飛び出てますわ。あれ、あのおじさんいなくなっちまったぞ。困ったなぁ。まだし、きらくべきことがあったのに。え、バイクは？スクーターだ。わざわざ公園のど真ん中に置いておくとは？タイヤのカバーやらライトやら派手にぶっ壊れてるな。
事故でもあったのかな。まあボロっちいこと。こらーくらー、長いな。そして長えよ、息が続かねえよ。よう言えんな、こんな。おお、こんわこんわ、ごめんなさいって言うわ。すぐごめんなさいって言うわ。人の愛せに何しとんやわね。いや、別に僕は、わあ、わいの会心者ボコボコにされてるやんけ。新車ってそれかなり貴様やな。違いますよ、僕は。ない、ないや、サドルクソまびれだったやんけ。貴様やな。ええー、どけやな、兄ちゃん。ボテクリ合わせてるな、あれ。しばきたるかよ、あれ。怖え、怖え。とにかく、ただじゃ済まさへんで。弁護士の自動車も用意しとき。俺、弁護士ですが。あたい弁護士ですが。なんやて。なるほど、龍一です。よろしく。ガーッ！こうまい、こいつ。なるほど、龍一。あんたがか。はい、そうですけど。バカも安休み、や兄ちゃんよ。弁護士のなるほど、龍一言ったら、このワイのこと、いやいや、無理やろ。つうかよ。いや、まあまあ、この子が偽物なんでしょ？この子が偽物なんでしょうけど、無理やってもう。なんでこれいつが偽物で通るねん。バカなのみんな。もう裁判官も含めて、検事の青地さんもよって、もう何回も俺のこと見てるのに、無理やろこれ。間違いを探せレベルじゃないよ。双子とかそういうレベルじゃないって。え、どういうこと？おら、邪魔や。行っちまった。まさか今のやつが僕の偽物？いや、無理やろ、あれ。そう、全然似てないね。無理やって、よーよ。とにかくスクーターのことメモしておくか。かあ、全く情けないわ。次から次にこれ。全然休ませてくれないね、おじさん。あんな兄ちゃんに怒鳴れたぐらいで、鳩に食らわれた豆みたいな顔しよってからに。おじさん、今どこ行ったんすか？あの事故の中で考えようとじゃない。避難してた方がビビって逃げとるやないけ。自分ビビって逃げとるやないですか。だよね、全部ぽいよね。常連さん。あ、これサイコロックでしたっけ。あ、やっぱそうっすよね。マガタマをゲットしてきたんで、このサイコロックを解除しないといけないっすね。やっぱり。このじいさん何か秘密があるのか。まあ、解除できそうではあるが、もう情報はかなりゲットしてるんで。行こう。行きましょうか。常連さん。聞かせてもらいましょうか。なぜ大嫌いなレストランに常連として通っているのか。聞くまでもなかろう。人間食い物屋に足を運ぶ。リワタイス食うためだ。食べるため。本当にそうなんですか？なんだと。あの店の料理を目当てに通ってと思えません。なんだとこのバカと。何をしようこれそんな。それはできます。6000払ったからやな。証拠はランチそのものですよ。それは、肉八セット。トレビアンの料理はとてもまずくて、そして高い。安いもん。え？いや、お前、高収入かと思わしといて、お前、バイト探そうとしてるからやな。わしはな、いいところのバッチ、いや、もうバイト探そうとしてるやんけ。よう言うわ。無理やって。アジアともかく値段が手頃だから、あの店は。じゃあ、お金が余ってるか、あの店。そうともさ。それは嘘ですね。なんだと。あ、だから。お前バイトしようとしてた。無理やって。これ、確かあなたのでしたよね。それは。リッチなご隠居さんがなぜ仕事を探してるんですか？社会勉強。
そうだよ、わしは今猛烈で小遣い欲しいんだ。社会勉強をってなんとかなりそう。あの店ランチなんか食わん。コーヒーを飲みに行くんだ。コーヒーが美味しいかわからんから飲んでないからね。コーヒーはいくらなんですか。たっか倍するやん。倍じゃねえな、3倍ぐらいすんじゃねえ。マジかよ、たっけえよ。おい、なんだなんだ、貧乏には泥でも水でも飲んだけっていうね、なんて。いや、そういうわけじゃないですけど。そんな美味しいコーヒーでしたっけ。そうでもない。しかしあそこならそう前正しい前目で新聞置いてねえよ。そうさ、うちじゃ邪魔者扱いされるから申し訳ないんですけど、あの店で毎新聞をただで読むことはできません。あれ、ちょっと待ってね。店長かな、新聞が嫌い。あれ、店長が新聞が嫌いなんだよね。っていうのでいいんですよね。あれ、っていいんですよね。店長が39歳なのか、店長が嫌いって言ってたの。あれ、貴様そんなに前が大丈夫ですか。あれ、店、いや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 、そういうことじゃなくて、なんで、情報が足りねえのか。そうね、新聞嫌いだから新聞置いてないってまこちゃんが言ってたんですよ。それってどうやって証明するんだろう。それをどうやって証明するんだ。じゃあ、まあ、ちゃんまこっすかね。ちゃんまこで行きましょうか。違うかな。あー、違うのか。じゃあ情報が足んないのか。あー、じゃあないんですね、情報が。ちょっと調べるか。新聞が嫌いで新聞置いてないから、スポーツ新聞を取り返してもらわないといけないのか、糸の子からってことっすね。じゃあ糸の子さんに会いに行って新聞を返してもらわないといけないんですね。ってことでしょ、どう考えても。刑事課、お、ちょうどよかったっす。そうそうそう、新聞返してもらう。何ですか、あんたから預かった新聞分析が終わったっす。落書きの筆跡、左下のワッハッハッハーは仮面。それでどうでした、検査の結果は。どうやら被害者岡隆夫が書いたと見て間違いない、スカウター野郎がね。やっぱりそうか。このスポーツ地新聞は事件当日被害者が店に持ち込んだ、そう考えていいと思うっす。 OK です OK です。でもやっぱりどこかで聞いたことあるっす、クリーニングボンバーね。まあとにかくあのレストランで見つけたものはちゃんと自分に教えるっすよ。偉そうだな。でもなんか見せるべきものがあるような気もする。あ、そうね。じゃあこれもお願いします。あ、またもらってきたっすか、匂い付けの小瓶。それがこの小瓶何の匂いもしないんですよ。意味がわかんないっす。アロマテラピーのボトルに混じって1本だけこれが、で台も全然違いますよね。匂わない小瓶、それはかえって匂うす。うまいうまいうまいじゃん、うまいこと言えるじゃん。今度はちょっとその小瓶貸してもらえますか、中身を分析してみたいっす。被害者毒殺された瓶の中身重要だな。そうね、どんなのが出てくる。やっぱりあのシェフは怪しい、カオルちゃんね。実は自分は奴の秘密を掴んでる。教えてよ。どうやらあんたに話しておいた方がいいっすね。本土坊の秘密を
教えて教えて教えて、めっちゃ興味あるわ。なんすかやつの秘密って。